こんにちは、月手光小林です。よろしくお願いします。本日はストリートで長年大人気のアディダスの名作スリーストライプのスウェットシャツを購入してきたので、商品紹介とコーディネートをご紹介したいと思います。その購入したアイテムがこちらです。アディダスオリジナルスのスリーストライプクルーネックスウェットです。価格が税込み8789円です。カラーはブラックを購入しました。サイズは XO です。普段のサイズで言うと XXL サイズぐらいになります。一応色違いでグレーとレッドとブルーがあります。素材がコットン 77%、 リサイクルポリエステル 23% になってます。ちなみに表面が綿 100% のスウェットで、裏地がフリースになってるんですけども、これがポリエステルになってます。裏地がこういった感じでフリースになってます。めちゃくちゃあったかそうです。で、表面はコットンのスウェットですね。もうこういうスリーストライプのアイテム持ってる方も多いと思うんですけども、もうアディダスの伝統的な名作ということで、この名作を現代風なアイテムに仕上げられてます。まず首元こういった感じです。普通のクルーネックですね。一応品番がこちらのアイテムです。そして胸元にはアディダスオリジナルスのロゴが入ってます。そして特徴的な肩から袖にかけてスリーストライプになってます。もう袖の幅とかはベーシックな形です。そして袖口はリブになってます。そして袖は見てもらったら分かるようにラグランスリーブになってます。そして裾にかけてこういった感じで、裾もリブ仕上げになってます。バックスタイルはシンプルな感じです。一応この他にもジップタイプだったり、セットアップで着用できるパンツとかもこのシリーズで発売されてます。気になる方は動画の説明欄にもリンク貼っておくんで、よかったらチェックしてみてください。それでは早速着用してみたいと思います。今回身長178センチの70キロに、今回のアディダスのスウェットシャツの XO サイズを着用してます。ちなみにボトムスはザラのスウェットパンツを履いてます。めっちゃいい感じです。XO ですけども、そんなめちゃくちゃ大きいっていう感じでもないです。あとさっきご紹介しましたけど、裏地が裏肝のフリースになってるんですけども、めちゃめちゃあったかいです。ていうか今だとちょっと暑いぐらい。なんで本当寒くなってからもめちゃくちゃ活躍すると思います。横から見るとこういった感じです。この3ストライプはやっぱテンション上がりますよね。めっちゃかっこいいです。シルエット自体ももう昔のアーカイブをそのまま再現しているそうです。なんでほんとクラシックな雰囲気が出ます。モダンな雰囲気も出せるし、ちょっとクラシックな雰囲気も出せるし、スポーティーな雰囲気も出せるし、ちょっとアクセントに白 T を挟んでます。もちろんデニムとかテック系のワイドパンツとかで合わせるのもいいと思います。あとこのシンプルなアディダスオリジナルスのアイコンロゴがめっちゃいい感じです。あ、なんかやっぱ久々着るといいですね。めっちゃ僕の世代だと懐かしさもありつつ、また新鮮味な感じもあります。まあもちろんこれにボトムスも同じ3ストライプのパンツ合わせるのもいいと思います。セットアップできるのもいいと思います。ちなみにシューズは今僕ニューバランス合わせてるんですけども、アディダスのスタンスミスとかスーパースター持ってる方はアディダスで合わせるのももちろんいいと思います。いかがでしょうか。ていうか質感がめっちゃいいです。やっぱ裏地スリースでめっちゃ気持ちいいし、この表面の表地のスウェットの感じの質感、特に黒はこう綺麗めに見えることもできるし、すごい滑らかで気持ちいいです。素材感がとても上品な見栄えがします。あとサイズ的には体型細い方はこれタイトに着るのもめっちゃかっこいいと思います。僕はちょっとお腹周り隠したいのでラフなサイズ購入しましたけど、こう大きめのラフなサイズ購入して着るのもいいと思いますし、もうほんとタイトにぴったり着るのもかっこいいと思います。ということで動画の説明欄にもリンク貼っておくんで、お気になる方はぜひチェックしてみてください。ということでこのチャンネルではお手頃なファッションアイテムでファッションを楽しむためのコーディネートやファッションアイテム紹介してますので、よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。